関東にかなり近づいて通るそうなんです、うん、これ後で説明します、はい、ってことは雪じゃない可能性があるんですね、うん、そうです。ただですね、ただ関東に近づいたとしてもこういうことが起こるんですね、たまに、うん、去年の大雪の時なんかそうなんですけど、例えば低気圧が関東にすごく近づいた、あるいは、うん、内陸に入ってきた、そうすると暖かい空気持ち込みますから寒気はずっと北の方に下げて散り続くとする、はい、ところが持ち上げていくわけでしょ、そうです、持ち上げる理屈だと。ところが低気圧がものすごく発達した場合、うん、低気圧ってこういう渦巻